平成29年3月4日、阿蘇市一帯で復興支援イベント、阿蘇は元気バイが開催されました。これは阿蘇市一宮町宮地にある温泉スポーツ施設、アゼリア21が、熊本地震で被災した阿蘇をスポーツの力で元気にしたいと企画したもので、オリンピックメダリストなどを講師に招き、様々な教室が開かれました。阿蘇市一宮町宮地の一宮運動公園では、元メジャーリーガーで福島ホープスの選手兼監督を務める岩村明則さんが野球教室を行いました。こちらは小中学生を対象に行われ、ボールの握り方からキャッチボールなど基本の動きの指導があり、子どもたちは熱心に取り組んでいました。阿蘇市内の牧の阿蘇体育館では、アテネオリンピック男子体操団体総合金メダリストの中野大輔さんによる体操教室が行われ、体操を通じて体を動かす楽しさを体験しました。また、質問タイムや記念撮影があり、最後には中野さんの金メダルに触れる機会もあり、実際にメダルを手にした子どもたちは目を輝かせていました。他にもイベントでは、沖縄石垣島のエイサー団体トリカジによるエイサーの実演や体験が阿蘇神社や阿蘇体育館前でありました。観客はサージと呼ばれる布を頭に巻いてもらったり、パーランクーという太鼓の叩き方を習ったりと、それぞれに楽しんでいました。最後にエイサーの軽快な音楽に合わせて太鼓を叩いたり、沖縄の踊りカチャーシーをみんなで踊り盛り上がる中、イベントは終了しました。